長崎出身柴崎が決めました。直接フリーキック、広島が先制です。素晴らしいですね。キーパー駆け引きしましたね、これ、はい、キーパーがあの位置で右蹴ると思ったら逆蹴りましたが、重心が徳重の重心が左に乗ってるんですよね、はい、まあ、そのキーパーとの駆け引きで勝った。そうですね、あの状態だったら多分右に蹴るんじゃないかなと思ったと思うんですよね。どうですかね、徳重のポジション